め世界的魔術師昨日の登場でございます。皆さん、これから私の魔術をお目にかけましょう。ただいまよりお目にかけます。すごいぞ。僕前に見たことがあるんだけど、何しろものすごく大きなタクが突進してきても。うるせえな玉尾君、少しは黙って聞いてろよ。拍手ご喝采のほどお願い申し上げます。それではまず小手調べから。はい。ありがとう、ありがとう。では次。はあ、はい。最も危険な魔術、すなわち透過術をお目にかけましょう。この鉄板は厚さが50センチもございます。この通り穴はございません。この前に私が立ちます。もしこの鉄板を通り抜けられなければ、私は粉々です。さあ、来たまえ。魔術はまだまだ本物の魔法ではありません。ごく簡単な種がございます。それでは皆さん、また次の機会まで。おい、ハトの渋柿、幕屋キノさんのサインもらいに行こうよ。すごいな、キノさんの魔術は。あの人も僕と同じロボットだよ。こりゃこりゃ、子供たち、楽屋の方へ来ちゃダメなんだ。僕たち、キノさんのサインをもらいに来たんです。ダメだ、ここは子供の来るところじゃない。さっさと帰んなさい。おじさんは誰だい？わしか？わしは昨日のマネージャー、赤の他人というもんだ。マネージャーさんなら昨日さんにサイン頼んでくださいよ。うるさい奴らだ、ダメだと言ったらダメだ。なんでなんで、ケチンボ。よせよ、さっさと帰れ。よし、こうなったらどんなことしてもサインをもらわなきゃ帰らないぞ。裏の方からならきっと入れるよ。大丈夫かな。あそこにドアが開いてる。行ってみよう。きっと楽屋出られるよ。ああ、真っ暗だ。何にも見えねえや。お前が変な声出すからいけないんだぞ。よし、物置と分かれば何が飛び出したって平気だよな。いたずらするなよ、タマコ。よせよ。うわぁ、出たー。お化けだ、お化けだ、ハトム、お化けだ。弱虫だな、ただの人形だよ。へへ、アイコだぜ。チェ、あそこに明かりが見える。楽屋だよ。誰か来たぞ。静かに、見つかったら追い出されちゃうぞ。いいか、昨日今夜12時、美術館へブロックソンの名画100点がフランスから送られてくる。それを全部盗み取るんだ。大変な話をしてるぞ。お前の力なら絶対できる。頼んだぞ。おい、タマコ。キノさんが美術館の絵を盗む。
しは忙しいんだ。子供の遊び相手はしておられん。帰ってくれ。でも本当にサーカスで3人とも聞いちゃったんです。ふん、困った子供たちだ。警部さん、信じてください。本当のことなんです。もし本当でも名画は大勢の警官に守られてくるんだ。心配ない。いや、その子供たちの言うことは本当だ。誰だ、何者だ、出てこい。いいですよ、警部さん。あ、木野さんだ。木野、どこから警視庁へ入ったんだ。私は魔術師だ。こんなところへ入るのは簡単なことですよ。警部さん、ボロクソーの名画は今夜私が必ずいただきに参りますよ。この機能に不可能なことはないのです。警察をバカにするな。私はちょっとお知らせに上がったまでです。それでは今夜。待てか。機能を逮捕しろ。機能を捕まえろ。ここだな。誰だあなた方は。わしは警察の者だ。昨日を逮捕する。昨日を逮捕。そりゃご冗談でしょうね。冗談でこんなところまで来るか。昨日を出せ。よろしい、これが昨日です。何、そう、それが昨日だって。そうです。昨日は一回舞台が終わるたびにこうして調整するのです。今まで私のそばを離れたことはない。何の容疑か知らないが、旦那の間違いでしょう。アリバイは大勢のお客様が証明してくれますよ。誰かね。わしだ、たわしだ。ちょっと念のため。ポチポチポチ。くすぐったい。いや、失礼しましたな。何しろ偽物ロボットの恐れがあるんでな。よし、運び込め。これが何しよう20世紀の名画か。逆さまだ。これだけ厳重な見張りをつければ絶対だ。猫の子一匹通れない厳しさだ。本当に昨日さんは名画を盗むつもりかな。あと1時間ですな。冗談に決まっとる。しかしあなたも実際に聞いたんじゃろうが。しかしサーカスにいたはずの昨日がどうして警視庁に現れることができたんだ。そうだろう。あと15分。もうすぐ12時だ。電気が消えた。どうしたんだろう。というのは偽物の絵ですよ。貴様は昨日。いかにも昨日です。約束の名画はここに運ぶ途中で全部私がいただきました。何。この絵を運んだトラックの運転手はみんな私の雇った運転手なんですよ。あなた方は偽物を見張ってたわけです。うぬ。まだこの近くにいるはずだ。絶対逃がすんじゃないぞ。何かあったんだ。
られた。キノーさんがやっぱり目顔。アトム、君も一緒にこの近くを探してみてくれないかね。はい。僕は上から様子を見ていよう。急がないと逃げられてしまいますぞ。よし、突撃だ。もっと早く走れんのか。いや、これじゃ無理じゃよ。あいたー。逃げられんように用心しろ。何か用でしょうか。君、昨日とマネージャーは一体どこに行っちゃったんだ。それが昨夜から二人とも帰ってこんのじゃよ。おかげでお客様は今し困っとるんだ。していたか。警官は帰ったよ。昨日、お前はもう外へ出れば名画泥棒だ。ここから出れば刑務所行きだぞ。お茶の水博士、私の言うことが間違っていますか。特に最近無駄なロボットが多すぎるとは思いませんか。今度事件を起こした昨日にしても手品をやってみせるだけで作られたロボットだ。いいですか。大体科学省でいろいろなロボットを許可しすぎます。ロボットたちをもっと機械のように単純にしてしまったらどうなんですか。またたわし警部にロボットの信用をなくしちゃった。でも機能さんのような立派なロボットが
どうして名画なんて盗む仕事を引き受けたんだろう。アトム君。あ、キノーさん。アトム君、君を優秀なロボットと見込んでお話したいことがあるんです。キノーさん、あなたのおかげでロボット全部の信用をなくしてしまったじゃありませんか。いや、そのことで話があるんだ。今度は逃がさないぞ。待ってくれ、訳を聞いてくれ。訳も訳もあるもんか。まあ待ってくれ、アトム君、誤解なんだよ。逃げようったってダメだぞ。訳を聞いてくれったら、アトム君ね。あ、空中パトカーだ。アトム君、私と一緒に来てくれ。さあ、グズグズしないで。何をするんです。こちら空中パトロール、機能発見。どうぞ。よし、でかした、とことんまで追い詰めろ。全員機能へ。食わせてすまん。今さらどうにもなりませんよ。行き止まりだ、どうしよう。キノー、逃げても無駄だ。おとなしく降参せい。アトム君、一つ僕の得意とする透過術を見せてあげよう。え、アトム、お前もグーだったのか。くそー、よーし、二人とも観念せい。ガスだ、毒ガスですか。心配ない、ちょっと人間のものを見る力を弱めるだけの無害なガスさ。何をぼつぼつ言っとるんだ、早く降参しろ。いいか、アトム君、一緒に飛び上がるんだぞ。さあ。いやいやいや、二人が壁に消えていく。うわりゃ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 、おのでまたやられたか。うぐ、いいかい、目の力を弱くすると我々が飛びのいてからしばらくまだあそこにいるような錯覚を相手に起こさせるわけなんだよ。魔術の種明かしですね。アトム君、今度は私が決して悪者でない証明をさせてもらうよ。さあ、私についてきてくれ。どこ行くんですか。サーカスだ。そこで身の証しを立ててみせよう。アトム君、こっちだ。静かに静かに、こっちだ。アトム君、ここはサーカスの舞台裏だよ。ここに何かあるんですか。今に分かるさ。さあ、この上だ、さあ行こう。アトム君、あれを見たまえ。その通り、あの絵はボロクソーの名画なんだよ。そうか、このサーカス団は盗賊の住処だったのか。昔は本当のサーカスだったんだが、赤の他人がこのサーカスを買い取ってからというものは、君の言う通り盗賊の住処になってしまった。おい、キノー、わしが後は説明してやる。待ってた、キノー。は、あなたはご存知、赤の他人という大魔術師だ。アトム君、あいつが悪の張本人だ。昨日わしのところをうまく逃げたまではよかったが、また帰ってくるとはなんてバカ者。そう、昨日出ろ。あれ、昨日さんが二人。アトム君、分かったかい。赤の他人というやつは私とウリ二つの偽物を作っておいたんだ。魔術の力も昨日と全く同じ。違うところはただ一つ、おのおをちょっと弱くして悪いことも平気でするようにしてあるのさ。そんなロボットは壊してやる。覚悟しろ。そうはさせぬ。えい。はあ、もうこの部屋からは逃げられんぞ。観念しろ。
を頼む。私は偽物をやっつけてやる。はい、よーし。偽物め。相手は私と同じ術を使う。これでは相打ちだ。あとみくん、こっちと変わってくれ。どうしても勝負がつかないんだ。観念しろ。エクソロボットめ。そーら、入れ。どうだ、私の勝ちなんだ。どうだ、偽物。あ、アトム君。アトム君、待ってくれ。あ、キノ。壊さないでやってください。お願いだ。偽物とは言いながら僕の兄弟みたいなもんなんだ。電子頭脳さえ直してもらえば、これもまともなロボットになれるはずなんです。そうか。じゃあお茶の水博士に頼んでいいロボットに直してもらおう。キノーが姿を見せるんですってよ。メガ泥棒じゃないか。キノーを逮捕に来た。待ってください。キノーはみんなに話があるそうです。聞いてやってください。話なんかいい。あともお前も容疑者なんだぞ。この舞台が終わったら、キノーさんも僕も言う通りにします。それまで待ってください。よし、その言葉を忘れるんじゃないぞ、アトム。はい。皆さん、本日はキノーの特別な魔術をご覧に入れます。ありがとう、アトム君。皆さんにご紹介します。大の魔術師赤の他人、そして美術館の名画盗難事件の真犯人。服を脱げろ、アトムと一緒に落ちろ。第3の魔術師、赤の他人の手先だった偽の機能をご紹介します。ただし今はお茶の水博士のおかげで立派なロボットに生まれ変わっております。そして最後に取られたボロクソーの名画です。悪いやつだ。ごめん。たわし君、ロボットを悪くするのも良くするのも人間次第なんじゃよ。すいません。皆さん、明日からは昨日は二人で今までよりももっともっと素晴らしい魔術をお目にかけます。